新加入の投手、癖が強すぎる投球を披露。今季途中にエンゼルスに加入したジョニー、クエト投手が21日、敵地で行われたロイヤルズ戦に先発。おなじみのくねくね投法は健在で、今季初登板は6回1、3を投げて8安打3失点で敗戦投手となった。SNS では、バランスを崩しそうになって本人も笑ってる、もう少しで転びそうだった、つまずいたのはみんなわかってる、と爆笑を誘っている。38歳で通算144勝を誇るクエトは、昨季はマーリンズに所属し、11月に FA になった。今年4月にエンジャースと FA 契約し、7月2日に放出され、24日にエンゼルスとマイナー FA 契約を結んだ。くねくね投法は草、四段モーション、ピッチクロック対策か。元からこんな感じや、トルネードって言われてたこともあるぞ。しょっちゅう僕振られてるけどな。20勝したこともあるんやで。めっちゃくねくね。打者タイミング取るの難しい。マスダコエマネしたんか。エンゼルスに来ていたのね。ノブ、癖がすごい。LAA で復活してほしいですね。あんなフラフラで92マイル出るのおかしいだろ。エンゼルスは今、アスレチックスと再開争いだから、頑張らないと。クエと相変わらずで安心した。MLB が先発投手に球速頼りではなく、投球術で6回まで投げられるようなことを求めているが、その完成型がジョニー、クエと、足上げてからよろけとんだな。どうなんだろう、普通に投げたらもっと球の威力が上がったりしないだろうか。こんなくねくね見たことない、面白い。これは打ちづらいな W、ジャンセン投手みたいになってほしい。管理人のつぶやき、個性的な投手ってめちゃくちゃ魅力的ですよね。安定感や再現性が求められてて、同じような投球フォームになっている中で完全に逆を言ってるのが素晴らしいですね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。